忙しい阪神ファンへ。ドラフトで指名された選手をチェックしたいけど、一人一人チェックする時間がないという忙しい阪神ファンのために、今回の動画は忙しい人向け2020年阪神のドラフトをまとめてみました。野球中継を見るような感覚で画面に全集中お願いします。指名選手一覧。2020年阪神が指名した選手はこちら。去年は高校生を中心に指名したのに対して、今年は即戦力が中心です。ただ素材型の選手も指名しており、バランスの取れたドラフトと軒並み高評価を得ています。この中で早くも来年から1軍で活躍が期待できる即戦力が1位佐藤、2位の伊藤、3位の佐藤蓮、5位村上、6位中野ですね。では1人ずつ見ていきましょう。ドラフト1位佐藤輝明、近畿大学。誕生日がね3月と遅生まれですので、来年が22歳です。アマチュアナンバーワン野手、14本塁打で元巨人日本ハムの新岡が持つ関西学生リーグホームラン新記録を達成。ドラフトでは4球団の競合の末、阪神が交渉権を獲得しました。特徴は何といってもバッティング。ソフトバンク柳田を彷彿させる豪快なスイング、逆方向にも強い打球が飛ばせる阪神が待ち望んだホームランを狙える選手です。あと堂々とした性格も魅力で、少しふてこい感じでどこか笑える雰囲気は巨人岡本をイメージさせます。ただ秋のリーグの打率が2割5分がちょっと気になるところですね。ただ、まあ、出塁率が4割3分5厘、長打率が6割5分7厘と高い数字を残しています。あと走行手3拍子揃ってると言われていますが、 50m6秒、一塁の到達速度は4秒30、遠投 100m とプロ野球の中では突き抜けてはいないのかなと、中の上レベルですね。評判通り柳田や糸井みたいになるのか見ものです。続いてドラフト2位伊藤将司、 JR 東日本。先発の即戦力、最速146キロ、出どころの見えづらい投球フォームで変化球を交えた巧みな投球術で相手を翻弄。大学社会人時代とともに良し支給率が低いですが、奪三振率も低い。低めにボールを集めて打ち取る典型的なグラウンドピッチャーです。えのき田みたいとも言われています。ドラフト3位佐藤蓮、上智大学。中継ぎの即戦力、最速155キロ、1年目に手術をし、ずっと公式戦に登板していませんでした。そしてデビュー戦は今年の20年秋。奪三振率が 11.00 とめっちゃ高くて、対して良し支給率が 3.50 と少し高いのが気になるところ。ちなみに中日大野は 1.459、 広島森下 2.447、 18年の藤浪は 6.464 でした。恵まれた体格で球威のあるストレートで押すタイプ、コントロールはアバウト、1年目から中継ぎ陣の一角に食い込めるかどうか期待ですね。続いてドラフト4位栄田裕樹、立命館大学。関西ナンバーワンキャッチャー、特徴は何といっても肩、二塁への送球タイムは1秒8、これは両リーグのキャッチャーを合わせてもトップレベルです。ちなみにソフトバンクの会は1秒7で頂点に君臨します。スカウトが巨人の小林、住谷タイプと評価するように守備型のキャッチャー、バッティングは年を重ねるごとに成長していますが、これからの選手です。ちなみに 50m6秒1、 意外に速いです。ドラフト5位村上頌樹、東洋大学。先発の即戦力、最速149キロ、コントロールが良く、大学時代の良し支給率は 2.24、 三振も取れます。多種多様な変化球を操り、内外のコーナーに投げ分け相手を翻弄。ゲームメイキング能力はピカイチ。個人的には DeNA の三浦が浮かびました。本来は上位候補でしたが、9月に怪我をしてしまい、他球団が指名を避けたのではと、言われています。まあ、現在はキャッチボールをするまで回復しているとのことです。阪神はこれまでも井川や高橋遥人など、怪我をして評価を下げた選手も積極的に獲得しています。ちなみに近本選手と同郷の淡路島出身で、小さい頃から阪神ファンだそうです。ドラフト6位中野拓夢、三菱自動車岡崎。社会人ナンバーワンショート、足の速さは普通、一塁到達タイムは4秒、木並みレベルですね。バットコントロールが良く、広角に打ち分けられるシェアなバッティングが魅力。また守備範囲も広く、球際にも強いとのこと。糸原、木並み、小畑、北条とともに熾烈な二遊間争いに食い込めるか、即戦力です。ドラフト7位高寺望、上田西高校。高校通算31発、 50m6秒、遠投 110m、 一塁到達タイムは3秒85、コールは中日強打、西武源田と一緒のタイム。足は速いです。ちなみにバットコントロールが巧みで、広角に打ち分けられる器用さ、走行手全てにおいて潜在能力が高めの大型内野手。続いてドラフト8位石井大地、高知ファイティングドッグス。最速153キロ、奪三振率が高く、
コントロールはちょっとアバウト。腕を振り切る思い切りのいい投球フォームで、球威あるストレートを投げ込み、シンカーで落として空振りを奪うスタイルです。ソフトバンク3軍と試合をした際、えぐいと言わしめたとのこと。続いて育成1位、岩田正樹、九州産業大学。最速139キロの変速サイドスロー。大きくインステップして変わった角度から相手打者を翻弄します。昨年の夏にトミー・ジョン手術をして、今年は秋に復帰。将来の左キラー、憧れの選手は日本ハム宮西、元ソフトバンク森福だそうです。というわけで、まあ、今回は阪神のドラフト用についてまとめてみました。5年後10年後楽しみですね。というわけで今回はこれで終わりたいと思います。これからもですね、このような動画を上げていきますので、ぜひ高評価チャンネル登録よろしくお願いします。ありがとうございました。